はい、エピソード人狼お大好きな言葉ですまたハンター,ハンターエピジンハンターしか引かないじゃんこれままち打ちたいね三番さんが発言しますはいまあねまあこれを言った人の名前はパスカルと言うんですけども まあ人間は考えるるであるやっぱねやっぱもう大まかなこと言うとまあ考えるのをやめた時っていうのは人間はもう人間ではなくなるってことなね逆説的なことを言うとうんまあなんでこれ言ったかとかまだわかんない流れは分かんないんだけどまあ意味合いがすごく好き。 結構まあ、有名ですよ。えー、人間は考える足である。まあ、足っていうのは植物の足のことを指してるんですけど。まあ、この言葉の意味って、まあ、要は人間は考えする。続けることでまあ、人間としての意味を持つとやっぱ思考が停止した時に。まあもう人間としての価値はないよ。ってこと。これめっちゃ深いなと思って好きですね。 えっとね自分の好きな言葉は努力と経験ね、まあ、自分ってさ、まあ、ゲームとかなんかいろいろするのに才能ってないと思うんだよね才能ないから自分努力と経験でやってて、まあ、自分人狼ゲームこれ得意だと思ってるからやってるんだけど、まあ、得意になった理由は努力と経験。 もう毎日何時間も人狼ゲームしてもう上手くなりたいからね毎日何時間もやってでこの経験が大事なんやね人狼ってやっぱこういう行動する村側の感情はこんなんだとかもう常に研究してんのね俺常に人狼ゲームを一時期はねもう仕事しながら人狼ゲームのことを考えてたからどうやったらさ あの、強い信仰論取れるかとか言ったから、努力と経験が好きだね。きれいすぎるな。くそ。<草>好きな言葉金。金に絡むものは全部好き。<laughs> はい。<か>それだけです。金さえあれば何でも手に入ると思ってる人なんて。 健康も手に入る、はい。人生の選択肢も選べる。だから、金って言葉が好きですね、はい。まあ、よろしいけどね。はい。まあ、4番に関しては、まあなな、漫画ネタで分かるなと思うし、3番に関しても自分が決めたお題だからね、スラ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 出てくるのには、まあ、何も違和感もなかったぐらいかな。って考えると、2番なんじゃない 思ったけど、ね、はい。恐てまあそれぐらいです。難しいね。まだ今のところ分かんないな。2> 2番が発言しますはい。まあ僕の好きな言葉は長三母子、調産母子ですね。四字熟語の。まあこれね、まあ結構目先の利益にとらわれてるけど、本質は結構変わんないっていう意味で。 これね元になったのが結構漢文なんですけどこの話が実に面白くてですねまあなんか最初その猿を飼ってるおじさんがいてその猿に果物の実とかを取らせていたらしいんですよまあでもそのおじさんがそのおじさんがその猿から取ったやつを猿が取ってきたやつを自分で全部見さぼり食っていたけど まあ、それで猿がずっとさ騙されていたけどある日、まあ、そのとある猿がおじさんがその実植えてるんじゃねえのっていうことに気づいて猿たちが氾濫したっていうお話を聞いてああって印象に残ってうんなんか置いてるな 3> 3番さんが発言しますいやちょっと全員怪しくて <laughs>。 まず4番さんの「努力と経験」っていうのはいやまあ言ってることはねあのもうめちゃくちゃ光めちゃくちゃ光なんだけどやっぱ努力と経験なんか逆に怪しいんだよね光すぎて <laughs> なんか共感を得ようとしてるのかなみたいな感じるし <laughs> 1一番さんの「金」ってさ「金」ってみんな好きなんだけど好きな言葉が「金」とはならないと思うんだよね。 うん、で、さ、ね、日系さんの、長三母子いや、調産母子は、いや、好きなのかな。なんか好きな言葉で、長三母子って、出てくるかな。いや、なかなか聞いたことないけど。いや、申し訳ないけど。 全員怪しいんだけど、いや、挑戦母子か、いや、努力、あーまあ、薬味さん、まあ、金は本当かな。金があまりにも好きだったら、好きな言葉で金持ってくるっていうのはあるしね、思いつかなかったら。挑戦母子か、努力と経験、どっちかだと思う。多分、好きな言葉って聞かれて、挑戦母子とか、 努力と経験って多分出ないと思うからとどっちかいくわ2言4えね、俺怪しい努力と経験相まってない自分人狼がここまでやり込んでるのって経験だからね努力と経験でここにたどり着いてるから自分の怪しい要素ってなくて。 正直浮いてるのは薬味さんと理系さんなんだよね。ここで金っていう言葉、まあ一応言葉だけど、実物の金は確かに俺も好きだけど、言葉だからね、お題が。ちょっと浮いてるのと、長三母子知らないから、まあ一応昔になんかサムネタイトルで調べたことあるけども忘れちゃったけど、その難しい言葉出してきてるから、 誰も知らないからね精査できないからで二札さんがこれお題作ってるんだよねで二札さんお題作ってるから自分言いたいの多分あったと思うんだよそれが人狼だって言えないからもうちょっと詰まると思うんだよね言葉に詰まる気配スタートでなかったから二札さんないんかなと思うから 薬味さんと理系さんの2周目聞いて入れようかなとは思うけど薬味さん金かまあ金実際の,のは好きだろうけど言葉好きになるかなあと「調産母子」調産母子これ理解ができないからまあ現状は薬味さんか理系さんに入れようかなと思う。 1番さんが発言します金もちろん物も,も好きだし言葉も好き金がかかるものを俺は別に嫌いではないそれを乗り越えた時にあ自分こんだけ金この期間でこんだけ集めるとはって言ったなんかそれでなんか自分もなんか達成感あるしなんか金に関わることがお好き金の言葉 金あげるからこれなんかやってこいって言われたら俺全然やるしはいそんだけ自分がなんか当てにされてるからとかもしなんか金っていう言葉を聞いただけで俺はすげえやる気が出るから金が好きですモチベーションが上がるだから金,ってい金か、はい、それぐらいですねああやたさん変わり者って言われちゃうんだ確かに変わり者やって言われちゃか興味ないもんて、ね、人われきついね 死んだ人の言葉なんか興味いねえから。悪いけど。はい。だから2番サン番が言ってる人俺全然知らないんでよく分からんすだから。だから4番が言ってることぐらいがよく分かるかなってくるぐらいです。4番がうまいかい下手、下手かどうか知らんけど。だから4番に言うけど、俺人狼ゲームに下手とかうまいとかないからね。はい。下手とかうまいとかないよ。はっきり言ってね。いろんな師匠がいるから。 世界は広いからねいろんな人種がいるしそれと一緒、はい、なんか上手い下手分けてる時点で俺はまだまだかなと思うけどね悪いけど二、はい、番さんが発言しますもうこれも薬味さんはもう浮いてるんじゃなくて 話が重すぎても、もう沈んじゃってますよ、これ。逆に。<laughs> まあ、三番さん僕ないと思うかな。さすがに三番さんカミで、なんかパスカルの考える、人間は考える足だとかっていうセンスのある名言を、これを嘘で持ってくるかっていうところなんですよ。やっぱこれ本当に言いたくて、バサバサい言った人物じゃないかと、僕はもう4か1だと思う。 まあ結構ね、まあ4番さん全然、まあ村で行ってたとしたら、まあもちろん素晴らしいと、むしろ素晴らしいと思うくらいなんだけど、まあ、やっぱり人間そんなに素晴らしい人はなかなかいない。なかなかいないですよ。まあ、だから4番さん疑わしいし、まあ長三星って面白くないですかこの猿飼ってるおじさんが猿に、 基本、今日の朝、今日の朝3つあげて、ごめん、今日の朝三つあげて、夕方4つあげますって言ったら、猿が怒って、で、おじさんが、基本、今日の朝4つあげて、夕方3つあげ,あげますって言ったら、猿たちは喜んだんですよ。え、これ面白くないですかめちゃめちゃ。 もう7個あげるのには変わりないのに、アスというの数を入れ替えただけでサルが喜んだらしいんですよ。いや、これ深い。いやー、いや、ちょっとこれ面白いなと思ったんだけどね、蝶さん星。いや、理系さんかなこれ。蝶さん星が出てくる好きなことはね、さん星ってなんだろう。 一回サムネのタイトルに使ったんだけど、どんな意味だったっけ。投票を終了しました。追放されるのは。二番。三です。二番。村だ。発言します。 うん。まあ、たぶんか、これは、これは、力だと思いますけど。まあ、四馬さんかな。いやー、四馬さんだな、これは。多分いや、これでちょっと一番さんとかだったらすごいけどね。もう、あの、金っていう、もう短い文言を人狼で堂々と言える人物ってことだからね。まあ、三番さん、さすがに村でしょう。パスカル出すってことは。 さんまさんだけは村かなはい頑張ってくださいうわこれ俺が噛めたら打てるんだけどましたそのままどっちくだ俺噛まれたらワンチャン打てるハンターは打てるからね自分がここで噛まれたら打てるのよだから逆転チャンスでハンター入れてんだよねピジンにこ,ういうのこのケース初だね 初のエピジン初のこのケースさあ逆転のたくまかみあるか終わってしまうかえー、どっちやろうどっちやろう え、みなしかえぐぅ、みなしするのえぐ、うん。なんかようわからんよってこと言ってる2番つった、それぐらいです。あれなんか言ってることがわかるのが4番ぐらい。3番はようわからん偉人とようわからん目なんか。 その人が残したなんか名言みたいなこと言ってるけど、俺にはよくわからないんで。はい。それぐらいっす。うん、だからどっちかというと、俺は4番の方が共感はできるものがあるかなと思っちゃうんや。正直言ってね。でも3番が出したお題で、だからこそ3番があらかじめ用意できるっていうのが、っていうのも考えられるから。 それぐらいかな。はい。まあ。発言聞いて決めるけど。それぐらいや。はい。何だとれってくいたえ、くこ,えこ,これ大っ,って顔、噛んだ方がいいんじゃないのえアピール食、人間アピールで。つった方がいいんかな。なお番さんがちょっと。 まあ、チャットすると必死なんだなーってわかるしね。<laughs> 必死こいてる人だけ案外人狼かもしれんからね。これ。<laughs> まあ、俺がチャットしないのは打つのがめんどくさいからです。はい、それぐらいです。<laughs> めんどくさいか三 <laughs> 3>, <laughs> 3番さんが発言します。 まあちょっと逆転の発想をしてほしいんだけども人間は考える足であるって言葉を自分が知ってたとしてをあの薬味さんとたくまさんが嫌いなことなんてある嫌いっていうか好きじゃないことなんてあるこの言葉まず人間が人間は考える足であるっていうのはもう考えをなくした時点で足と一緒ってこと植物ってことまあだから 足のように風に身を任せまあねなんか植物のように流れるだけの状態ではなくてそうではなくてねま大木と一緒よ大木大木だってなんか嵐とかで倒れないじゃないですかだからそれをね骨ことに大人間は大木であるとかそういう言葉じゃなくて足っていう表現を使うのがやっぱパスカルのセンスが光ってますよね。 うん、この言葉を知ってやっぱどれだけ人間って考えるのが大事かってとこまで知ってるとこの言葉がね好きじゃない人なんていないから人間だったら逆にこれを言ってる時点で、まあ、分かってほしいけどねでも考えたんだけど拓馬さんに入れようかなと思ったんだけどねなんかちょっと薬味さんの意図してることが、ね、ちょっと怪しいのが「金」って言っといてなんか後から「金」じゃなかったんだにあの 本当は金より大事なものってあるでしょうとか言ってなんか綺麗事言ってきそうな気がしてだから嘘ついてるんだよ、ね、た、えー、さん本当は好きなの金じゃなねえよかい。えー。あなたの発言です。いやね、これ迷ってて、オオカミ、神なし選んでんだよね。オオカミ、神なしを選んでて。で。 俺3番さん結構怪しいんでなかったじゃん2周目3番さんがこのお題ああ二札さんがお題作ったからスラスラ言ってるのないんじゃないかって言ってるからまあたくま残して薬みさん言ってくれると思ってかまなかった可能性はあるかなと思ってて二札さんはねやっぱねそういうさ何とか足とかさ色々 詳ししいいかもしれないだから何言ってもすり替えれるから薬味さん浮いてんだよねこれ教授いないからこのレギュレーション腎臓であんな浮いた発言するのかなそこでずっと引っかかってんだよねどっちでようかね人間は考える足である 金。まあ、やだ。なしした狼どっちだどっちだ、ちだこれ。いやー、これ、買って動画化したいね。どっち入れようかな。ああ。

投票を終了しましまた追放されるのは一番さんです。ああ、勝利しました。よかった。ヤクさん、噛みなしたんだ。確かに、ハンター噛ん感かんでおったら。やっ あ、いいよ、うん。噛んでよかった。うん、ああそのために反対入れてたんやね。あの逆転のため。ったわいやいや、初日2番さん釣ってるからね。確かにちょうど薬味さんが人狼で浮いてたんか。え、本当は何だったんですか、薬味さん。え何もないけど。 そうよね思いつかんからだねうん金にしたんだね。